あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、やっぱり女性って危険なの？突然どうした霊夢。まあ危険って言っても、いろいろ意味があるが。危険な香りのする女って意味か？違うわよ。私みたいに若くて魅力的な女性は、一般的に危険が多いのかなって思って聞いたの。なんだ？昨日鏡の前で変わった服着て、ひたすらポーズをとって自撮りしてたから、何かに影響されたのかと思ったんだが。見てたの？あれを？どうして？いや、どうしてって言われても、同じ部屋にいたんだし、見たくなくても見えちまうだろ。寝てなかったのね。私を欺くとはマリサ、恐ろしい子。いや、シャッター音がうるさくて眠れなかったぜ。ところであの服装は何なんだ？何かのキャラクターか？プマルキュアよ。プマルキュアのコスプレよ。ちょ、おま、プマルキュアって、年齢考えろよ。それに、それ以外にもいろいろ着替えてたじゃないか。あ、あれは、止まるんじょ様よ。あの黒いブーツはそれか。それにしてもかなり年代が飛んだな。歳がバレるぜ。うるさいわね。止まるんじょ様はフカキョンがやってたし、プマルキュアは今でも現役よ。現役とか言うなよ。プマルキュアは2004年から放送だし、もし霊夢が17歳なら、まだ生まれてないぜ。止まるんじょ様は1977年が最初だ。もう50年前だぞ。フカキョンでも2009年だしな。そんな。道理で歳を取るわけだわ。霊夢は永遠の17歳なんだろ？大丈夫だ。実年齢だとアウトだが。そうね、私は永遠の17歳。だから、大丈夫よ。ところで女性の危険についてだけど。危険ってのは、襲われるとかそういった話か？それならそうと早く言えよ。マリサが余計なことを言うから、いろいろ吹っ飛んだのよ。で、どうなの？危ないの？まあ、いろいろだな。刑法犯については、男性の方が被害者の割合が高い。そうなの？女性の方が多いのかと思ったわ。ただ、若い人については、やはり女性は危険と言えるかもな。特に誘拐や監禁、侵入等などの被害には遭いやすい。また性的な被害は、女性が圧倒的に多いのは間違いない。そうよね。失踪事件とか行方不明とか、未解決の事件は女性の方が多いし、ちょっと怖いわね。体格的にも男性には劣る場合が多いし、若い女性はそういった被害に、遭いやすいことが多いかもしれないな。今日はそんなビビってる霊夢のために、行方不明となった女性の事件について、解説しようか。どうしてそうなるのよ。事例を学んで、危険から身を遠ざけることが一番大事だ。しっかりと聞いてくれよ。わかったわよ。それじゃ解説お願いね。みんなも、それではゆっくりしていってね。今日解説するのは、2016年9月26日に、大分県大分市、大和田予行在住の会社員、五条堀美咲さんが行方不明になり、現在も発見されていない事件だ。彼女は当時24歳、アパレルの小売店に勤務していたそうだ。一説にはユニクロだと言われている。ユニクロね。私は島村が好きよ。それは聞いてない。俺も島村は好きだが、彼女が行方不明になったのは、9月25日の深夜から、26日にかけてだ。25日の深夜？ああ。彼女は26日は遅番の出勤で、13時半に出勤予定だった。そのため前日の25日は友人と食事に出かけ、その後自宅にまで送ってもらっていた。友達とは何時頃まで一緒にいたの？ファミレスで食事をしていたのは20時頃、その後22時頃に、家まで送ってもらっている。その後、友人を家にあげて、しばらく話していたようだ。五条堀美咲さんは一人暮らしだったの？ああ。じゃあ、その友人が彼女ってことはないの？それはない。少なくともその時点では、不審な点はなかった。ただ、順を追って説明しよう。彼女は仕事に出勤するときと帰宅したときに、両親に電話をする習慣があった。このときは友人と楽しく話し込んでいたのだろう。連絡を忘れていたため、心配した母親が、23時頃に電話をしてきている。いつもはきちんと、お母さんに連絡を入れていたのね。若い女の子の一人暮らしは心配よね。お母さんの気持ちもわかるわ。でも仲が良さそうで微笑ましいわね。そうだな。この電話を美咲さんが受けた時は、その友人も一緒にいたそうだ。なので美咲さんは、母親にこう言っている。友人といるから大丈夫。これは母親も証言しているだろうから、間違いないだろう。少なくとも23時の時点では、特に問題なかったわけよね。さっきマリサが言いよどんだのって何？それなんだが、一緒にいた友人によると、母親との電話後、美咲さんは他の誰かと電話をしていたそうだ。そしてこの電話が長引いたため、23時30分頃に友人は、美咲さんの自宅を出て帰宅したんだ。その電話ってかかってきたの？それとも美咲さんがかけたのかしら？
詳しいことはわかっていないが、普通、友人がいる状況で、長電話になる可能性のある電話はしないだろう。推測になるが、美咲さんの携帯に、相手からかかってきたものだと推測されるな。その電話って、誰からかかってきたものだったの？残念ながら、現状わかっていないんだ。通話履歴とかを、電話会社から取り寄せればわかるんじゃないの？ああ、だが公になっていない。つまり公表するには、何らかの問題があるということだろう。じゃあ、その相手が犯人とか？いや、むしろ逆かもしれないな。電話の相手には完全なアリバイがあって、美咲さんの失踪には、無関係だと証明されている。そのため、警察が、情報を公開すべきでない。このように判断した可能性も考えられる。なるほどね。でも、非公表だと色々考えてしまうわね。霊夢の気持ちもわかるが、全く無関係なのに情報が公開されてしまい、一旦疑われてしまうと、その人の人生も大きく変わってしまう。少なくとも、捜査機関がそのように判断しているのであれば、現時点では公表の必要性はないのだろうな。じゃあ、その電話が最後で、美咲さんは失踪してしまったの？いや、その後美咲さんは、翌9月26日の、午前1時30分頃まで、女性の友人たちと LINE でやり取りをしていた。これはこの友人らの LINE の履歴から、事実だと確認されている。次の日の出勤が遅番だから、夜更かししてたのね。そうだろうな。この時も特に、変わったことはなかったそうだ。もし電話の相手と何かトラブってたら、LINE でその話題が出そうよね。ああ。少なくとも動揺したり、落ち込んだりした様子があれば、友人も違和感を覚えただろう。だが、そういった気配はなかったようなんだ。その後、美咲さんはどうしたの？おそらく眠りについたんだと思われるが、9月26日、午前6時半頃に動きがある。朝6時半って早いわね。遅番だから、ゆっくり夜更かししてたんじゃないの？で、その動きって、これは、後の捜査で分かったことなんだが、美咲さんの携帯電話の電波が、自宅から1キロほど離れたコンビニで、確認されているんだ。コンビニに何か買いに行ったのかしら？一度寝て、それから？それとも起きたままゲームしてたとか？霊夢じゃないんだからそれはないだろ。それに朝6時半なら、出勤まで7時間しかない。その時間にコンビニに行くのはちょっと不自然だ。いや、徹夜でゲーム。霊夢、お前と一緒にするな。彼女はそんな適当な社員じゃない。そして美咲さんが、9月26日の13時半から、勤務先のユニクロに出勤予定だったが、職場に現れなかったため、同僚が連絡を取ろうとしたが、電話は繋がらなかった。そして15時半頃、同僚は美咲さんの両親に連絡を取った上で、美咲さんの自宅を訪れている。この時、部屋の中も確認しているんだ。どうだったの？部屋は施錠されていた。そして、室内に荒らされたような様子もなかったんだ。そして連絡を受けた美咲さんの両親は、その日の夕方、福岡県久留米市の自宅から、美咲さんの一人暮らしの自宅を訪れている。心配だったでしょうね。ああ、電話も繋がらない、居場所もわからない、娘のことを思うご両親の気持ちを考えると、いたたまれないな。そして、美咲さんが行方不明になっていることを確信したご両親は、26日21時に、大分県警に捜索願いを提出した。これって、相当早い対応よね？そうだな。出勤してこない社員の安否確認も早いし、その後の対応もかなり早い対応だ。美咲さんは普段から、きっちりとした人だったのかもしれないな。時間にルーズだったり、遅刻とか欠勤が多いと、わざわざすぐに家まで確認に来ないわよね。ああ、霊夢が待ち合わせに来なくても、またか。ってなるのとは大違いだぜ。そんなことないでしょ。少し遅れることがあるぐらいよ。それにこないだは、マリサも遅れたじゃない。霊夢、俺はいつもお前に、30分早い集合時間を伝えている。この間はお前が、たまたま15分しか遅れなかっただけだ。そして俺はいつも、15分前に来ている。測ったわねマリサ。いや、きちんと決められた時間に毎回来い。美咲さんはしっかりと、そのあたりはしていたんだろう。だからこそ、同僚もご両親も、異変に早く気づけたんだと思うぜ。はい、気をつけます。ところで警察はどうしたの？すぐ捜査したのかしら？こういう失踪事件って、警察はあまり、すぐに動かないイメージがあるんだけど。そんなことはない。状況も不自然だし、当然普段の行動や、人となりも勘案するだろう。すぐに捜査が始まった。やっぱり普段の行動が物を言うな。耳が痛いわ。ここからはその後の捜査の状況と、推察される犯人像について見ていこう。まず美咲さんの部屋だが、荒らされた形跡はなかったのよね。そうだ。そして、財布とスマートフォンがなくなっていた。それって、美咲さんが持って行ったのかしら？そう推測される。
部屋が荒らされていない、争った形跡もないことから、本人が持って出た可能性が高いだろう。で、近くのコンビニで、携帯電話の電波が確認されているのよね？近く、1キロ離れているコンビニは近いのだろうか？それに直線距離かもしれない。じゃあ、道路沿いだともっと遠いってこと？ちなみに不動産屋の、徒歩何分との表記は、基本的に1分間に80メートルとして考える。これは人によっては早歩きの場合もある。美咲さんは身長149センチ。小柄な女性だ。片道10分以上かけて、コンビニまで歩いていくだろうか？通勤経路の途中だったとしたら、可能性はある。だが早朝6時半、この時間にわざわざ行くのは不自然に感じるな。それじゃ、美咲さんは、少なくとも本人の意思で、コンビニ付近にいたわけじゃないと思う。可能性としては、何者かに誘拐、もしくは抵抗できない状況にされていたかもしれないな。でも、部屋は荒らされていないんでしょ？じゃあ、部屋から連れ出されたわけじゃないのよね？と考えると、少なくとも美咲さんは、相手のことを知っていた可能性が高いだろうな。ただ、美咲さんがコンビニに、何かを買いに行った可能性も否定はできない。その場合はコンビニまでの往路で、何らかのトラブルに巻き込まれた可能性が高い。どうして？コンビニには基本的に防犯カメラがある。彼女がコンビニを訪れていれば、確実にそこまでの足取りは分かっているだろう。だがそういった話は出てこない。コンビニ付近で美咲さんの携帯の、微弱な電波が感知されたことしかわからない。この情報が正しければ、コンビニに美咲さんは来ていない。しかし、携帯の電波は近くまで来ていたことになる。それって、霊夢、携帯は普通、肌身離さず持っているよな。特に外に出た時には。もしそうじゃない場合、何かが起きた時じゃないか？そうよね。どこかに忘れたか、落としたか、あるいは。そうだ。考えたくはないが、誰かに奪われた場合だ。さらに美咲さんの電話は、9月26日以降、連絡がつながらなくなってしまっていて、LINE も夜中の友人とのやり取り以降、既読にならないそうだ。少なくとも深夜から朝にかけて、何かが美咲さんの身に起きたってことが、考えられるわけね。ああ、またこんな情報もある。6時頃、美咲さんの自宅付近で、男女の言い争う声を聞いた。そういう証言もあったそうだ。この男女の女性が、美咲さんだったかはわからないんだが、少なくとも何か、トラブルがあった可能性があるわけよね。その可能性が高い。またこれ以外にも、美咲さんが失踪した理由について、様々な考察がなされている。そのあたりについても解説していこう。お願いするわ。一つ目は、北朝鮮の拉致説。出たわね、おなじみの黒電話の国。この頃ちょっと、受話器の部分が薄くなって、おしゃれになったわよね。変なネタぶっ込むなよ。まあ、確かに薄くはなったな。髪が薄くなったのか、単なるおしゃれか不明だが。でも、北朝鮮って、未だに拉致してるの？いや、この可能性はかなり低いだろう。そもそも拉致被害が多かったのは、もっと昔だ。それに2016年なら、北朝鮮は拉致を認めた後だ。今更拉致をするとは考えにくいな。そうよね。一時期失踪とか行方不明とかは、北朝鮮の拉致説が多かったけど、壺の光線の事件みたいに、後で違ったことが分かったのもあるものね。ああ、なのでこの線は薄いな。二つ目の説だが、ストーカー説だ。ストーカー？そんな人間が近くにいたの？これは真偽不明なんだが、美咲さんはインスタグラムをやっていて、その投稿に、年下彼氏、とタグをつけ投稿していた。このことからネット上で、年配の男性から言い寄られていたのでは？という、考察がなされている。どうしてそうなるの？わざわざ年下とつけることで、自分には彼氏がいます。なので、あなたには可能性はない。ということを、暗に示していると考えられているんだ。それってちょっと考えすぎじゃない？どうだろうな。少なくとも警察は交友関係、同僚や職場の人間関係を中心に、捜査を進めていると思われる。もしストーカー的な人間がいれば、職場でも話題に上っているのではないだろうか。そうよね。友人もそういった話は聞いていないの？ああ。そして不思議なことに、美咲さんに彼氏がいたかについても、友人は知らないそうなんだ。ええ？じゃあ、年下彼氏って誰なのかしら？そうなるよな。だからこの投稿は、年配の男性に対する牽制、そうではないかと考えられたんだ。そして三つ目の説だが、赤いレクサスの男だ。赤いレクサスの男？美咲さんは9月初旬、やはりインスタに、赤いレクサスの男性と、デートしたと投稿しているんだ。このことから、この男性が何らかの事情を知っているのでは？との考察もされている。考察ってことは、どんな人物か、警察もわかっていないってことよね。だろうな。そしてこの三つ目の説と二つ目の説、この複合説が出てきているんだ。
複合説ってどういうこと？まず、赤いレクサスの男についてだが、レクサスといえば高級車だ。それなりの収入がないと、所有できない。このことから、若者ではなく、年配の男性の可能性が考えられる。そして美咲さんは当時24歳。年下の彼氏と考えれば、20歳から23歳くらいだろう。しかし、友人にもその存在を話していない。つまり実際には、その年下彼氏は存在せず、この赤いレクサスの男に対する牽制では、そう考える説も存在するんだ。なるほどね。確かにそう考えると繋がるわね。でも、その赤いレクサスってどんな車なのかしら？日本って、黒とか白が好まれるんでしょ？ああ、特に高級車は黒、白が多いイメージだな。だから赤色なら目立ちそうだし、特定できるような気もするんだが。見つかってないのよね？見つかっていない。もし何らかのトラブルで、美咲さんが事件に巻き込まれたのであれば、犯人が証拠を消すために、車を処分した可能性もある。警察も捜査しているだろうし、防犯カメラやナンバー読み取り機なども、確認しているだろう。それでも見つかっていないのよね。さらにこんな話もあるんだ。美咲さんが行方不明になってから、スマホの電源は切られたままだった。だが一度だけ、友人が送った LINE のメッセージが、既読になったことがあるんだ。え？それって美咲さんが呼んだの？わからない。しかも既読になったのは、公開捜査になった、10月6日以降のことだと伝えられているんだ。じゃあ美咲さんは、10月6日以降に、友人からのメッセージを確認したの？ってことは、どこかに無事でいるってこと？わからない。ただ、美咲さんが誰かに脅されていた可能性もある。それに指紋認証だったなら、指があればロック解除できるからな。しかも一度解除すれば、その後何者かが、パスワードを変更することも可能だ。あまり考えたくはないけど、美咲さんの携帯電話については、以降、電源も入ることはないし、メッセージも既読にならない。足取りは、完全に途絶えてしまっているようだ。美咲さん自身に失踪する要素がない以上、やっぱり何らかの事件に巻き込まれたと考えるのが、正しいのかもしれないわね。ご両親やご家族、友人は、無事でいてほしいと願っているでしょうけど、すでに6年の歳月が経っている。防犯カメラが多く設置され始めてから、事件解決については、専門の部署もできている。最近の事件は、防犯カメラから犯人の足取りを追い続けて、逮捕に結びつけているものが多くなっている。この事件でもおそらく、そういった捜査は行われたと思われるんだが、未だに見つかっていないのは残念よね。専門部署の人は目がチカチカしそうだけど、頑張ってほしいわね。ああ、今もこの事件は情報提供を呼びかけている。もし何か情報があれば、ぜひ情報提供してもらいたいと思うぜ。そうね。何か情報があれば、みんなもぜひ、大分警察に連絡してあげてね。やっぱりこういった失踪事件、行方不明事件って、女性が多いのかしら。私も気をつけないといけないわね。霊夢は大丈夫だろ。ただ、間違われないようにしないとな。大丈夫って、そんな適当なこと言わないでよ。それより、間違われないようにってどういうこと？いや、大福とかまんじゅうに間違われて、カラスやトンビに連れ去られるかもしれないだろ。ちょ、ひどいわね。せめて人間にしてよ。人間は、落ちてる大福やまんじゅうは拾って食わないだろ。だから人間は大丈夫だ。何言ってるのよ。そもそも誰が大福なのよ。いつも大福とかまんじゅう食べてるだろ。どうしてそれが、私がまんじゅうとか大福になるの？いや、あの形に憧れてて、どうかしようとしているのかと思って。私のことなんだと思ってるの。妖怪の一種。マリサ、鏡見て言ってよね。俺は帽子をかぶっているから違う。そんな理由？むちゃくちゃだわ。ふう、もういいわ。怒り疲れちゃったから、お茶にしましょ。そうだな。霊夢、お前の大好きな大福もあるぞ。あ、ありがとう。もぐもぐ。もぐもぐ。やっぱり、丸ごとみかん大福は美味しいわね。和菓子どころ中越のは、やっぱり最高ね。もぐもぐ。もぐもぐ。落ち着いたところで、今日の解説はここまでだ。もぐもぐ。そうね。もぐもぐ。大福の魔力には勝てないわ。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、残念ながら恐ろしい大福になってしまった人間が、住んでいるかもしれない。私たちみたいないい大福だけじゃないわ。もし、こんな美味しい大福、知ってる人いたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、もぐもぐ、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね、もぐもぐ。